still got some way to go. It's beating down my soul. Never ending race. I feel that fire burn with every twist and turn. Feel the shake. And when the sun goes down, all the stars shine. ファイナリーになってからこうソロでこうしかも表紙で2人でやるのは初めてなので、なんかすごい緊張してます。だし、INI背負って頑張りたいと思います。オーディションから自分も見させていただいてたので、緊張ですし、なんかすごいとても光栄です。何度かすれ違った挨拶とかはあったんですけど、こうがっつりこう絡むのは初めてなので、ドキドキもしてます。オーディション当時からバスケしてるのも拝見してたので、なんかスポーツできる、運動神経いい人なのかなとは思ってます。お願いします。INI っていうグループで、なんか11人グループということで、なんか僕らとちょっと近いグループ像というか、僕らも大所帯16人いるので、すごい近いなっていうか、なんでその尾崎さんにもいろいろ聞いてみたいなっていうのは思ってましたね。はい。でもすごいなんかやっぱスマートというか、スタイルもすごくいいですし、なんかサッカーをやってるっていう情報が知ってるんで、それこそやっぱね、スポーツできそうというか、めちゃくちゃなんか勝てそう。楽しみです。ビビ。今ツアーの最中で、あと大阪もうぜひ来てください。行きたいです、マジで。明日、埼玉。明日。いや、とにかく最初の印象は本当にイケメンでした。嬉しい。僕はすごいなんか初めてなんですけど、なんか初めてじゃないぐらい居心地がいいというか。めちゃくちゃ嬉しいですね。めちゃくちゃなんか喋りやすい。おっくんも喋りやすいですね。はい、もう仲良しです。ありがとうございます。僕は初めてで、いつもグループで雑誌の撮影とかはあるんですけど、こう個別でこう雑誌に乗り込んだのは初めてでした。緊張ですよね。でもなんか身を委ねていったらどんどんなんかいい表情にもなっていって、すごく充実して撮影できました。なんかすごい新鮮な気持ちでしたね。なんかその普段はやっぱりメンバーと2ショットだったりとか、16人ショットとかが多いんですけど、違うグループのね、たっくんと2人で一緒に撮影ということで、すごいどういう感じになるんだろうなっていう最初は思ったんですけど、いざ撮影してみるとすごくなんか雰囲気も合ってたのかなというか、徐々にこうなんか慣れてきてる感じがして、めちゃくちゃその出来上がりがすごい楽しみです。ビビ今年は大阪に帰って家族と過ごして、おばあちゃんに会っておじいちゃんに会っておせち食べて、なんか幸せな休みになれたらなって思ってます。めっちゃいい感じです。好き。こういう格好ファッション好きですね。普段ゴールドのアクセサリーしてるんで、同じブランドめっちゃ好みです。ビビわお、すごい景色。あとちょっと終わりますよ、本当に。ね、寂しいね。寂しいっすね。たっくん。ほっちゃん。あ、ほっちゃんになった。ほっちゃん、誰ですか。ほっちゃん、ほっくんじゃない。ほっくん。全然ほっちゃんでもいいけど。いやでもまあね、でもね、結構音楽番組であったりするからね。そうですね。その時はよろしく。ラスト頑張ります。頑張ります。イエー。今回たくさんいろんな衣装を着させていただいたんですけど、僕の靴は持ってるんですけど、マルニの靴はこうすごい可愛くてデザインも素敵で、着てて楽しかったし、撮影も楽しかったです。本当ですか。はい、ありがとうございます。もうなんかあっという間に撮影終わったんですけど、仲も深まりつつ楽しかったです。ありがとうございました。みんな見てね。バイバイ。ビビ最高。一瞬でしたね。そうですね、明日ライブですね。で、昨日かタイから帰ってきました。コップンター INI のたくみくんと初めての撮影だったんですけど、すごく撮影しながら打ち解けていって、めちゃくちゃね、いい子でした。たくさんの人に、ね、買っていただければ嬉しいです。ぜひ皆さんお願いします。ありがとうございました。ビビ3月号見てねー。